天才顔嬉しい。そう、喉ちょっと痛い、喉がちょっと痛いよ、どうしよう、この辺が痛い。バカじゃ、昨日辛いラーメン食べたきりじゃ、めっちゃ痛い。そう、7周年ツアーくるくるも知ったんだけど、愛媛、神戸、香川だっけの発表されてた。待ってよ、100回目の方もありがとう、合ってる、全部出演する予定です。嬉しい。くるくるも今日知ったんですけど、まさか全部出ると思ってなくて、本当にもはやくるくるはツアーに出れないもんだと思っててツアーに出れないもんだと思ってたから、嬉しいです、出れて会いに来てほしいです。スピン写真めっちゃ可愛かった、ありがとう、嬉しい。愛媛にくるくる、え、そう、来るよ来るよ、全部、そう、嬉しい。いや、なんか言われてたんですよ、なんか 2.5 と3は一個も出んかもねみたいな裏で言われてたから、え、結構ガチで信じて、あ、出れないんだって思ってたから、あ、今日喉痛いので声低めです、事件怒っとるとかじゃないから安心してね、喉が痛くて声低め、え、って思って出れないかって思ってたから、びっくり、嬉しいです、嬉しかった、めっちゃ出ます。いや、久しぶりの四国、全部仕込んだ、ありがとう、嬉しい、視力ですって、嬉しいよね。ラッキーセブン席とかあったよね、すごかった、スペシャルセット申し込みして、ありがとう、嬉しい、意地悪なスターさんやな、いや、ほんまに、ほんまによ、ほんまに一個も出んかもねとか言って、クルメラ取らせた、え、めっちゃ嬉しい、ありがとう、嬉しい、いっぱい送るね、キュン、今日は久しぶりにすっぴん、すっぴんを送っちゃった、もしかして、ありがとう、昇格は、お、どうだろうか、どうだろうか、4月過ぎになりそうな予感がする、初愛媛な気がする、え、みかん楽しみの、くるくる、今日もすでにもうみかん2個食べてるんだけど、くらいみかん好きなんですけれども、うどんと骨付き鶏食べるわ普通に、ラッキーセブンのに宝石だからラッキーじゃない、確かに、でもさ、ラッキーセブン席ってさ、くるくるのパクリじゃない、くるくるがさ、最近ラッキーセブン、ラッキーセブンって言ってるから真似したんじゃないっていう自意識過剰を置いておいて、あ、エスナピアさん、雨、カムカム、雨、ケイタ、ハート、手しのぐだるま、あ、やばい、なんといた、そう、今日のポストはね、ネタ系ポストで行きましたね、ちっちゃいくるくる、カメコレジェコマンくるくる、あ、嬉しい、あ、声かっこいい、ありがとうございます、福島美くん、マシュマロ名前入れました、あらなみし飲んだよ、え、今日ツイート見た、飲んだよ、大空桃子さんのプロデュースされている服を着てレッスン受けてるっていうのを載せましたね、そしたらなんか、え、なんかコロちゃんじゃん、コロちゃんいるんだけど、コロちゃんいる、ヤマさんマシュマロ、妻かわいいお疲れ、チビとマシュマロ、ヤマさんマシュマロ、チビと雨、妻よ
魔法瓶コロネマシュマロピザさんハート、わあコビギューステーキ食べた、天使の絵がハート、そうに宮城キングダムさん出演させていただきます、頑張ってください、ありがとう、アズラビフジさんマシュマロ、あポンジュースを飲みたい、あシンゴさんコロちゃんタワーありがとう、これはもう問答無用で普通にコロちゃんタワーですね、ワンちゃんタワーとかじゃなくてコロちゃんタワー、ありがとうシンゴさん嬉しい、しかもシンゴさんのアイコンもコロちゃんになってて嬉しい、あコロちゃんじゃなかったらごめんなさいなんですけど、コロちゃんになってて嬉しい、コロちゃんタワーありがとうシンゴさん、この前のお話も楽しかったよ、またお話しようねオンラインありがとうシンゴありがとう、またお礼するね、アサルビスクチューサーさん、だるま、テテク、アメ、クイズデキさん、アメ、チュイチハート、アキテツマシュマロ、ガサルビ上がってる、ほんと嬉しい、明日も期待、期待って言ったらちょっと下がっちゃう、嫌なんだけどね、レクザムホールキャパ2000だよね、頑張らんといけない、戦ったんだるま、ユッチさんマシュマロ、カシコマシュマロ、ツーさんマシュマロ、ウエコタンハート、サクサクマシュマロ、アキテツ音符、タサセブンマシュマロ、リュウヤマシュマロ、カシコダルマ、そうコロちゃんタワー、ハンちゃんマシュマロ、トリコ、名前変わってる、トリコデコブのシマブさん、ダルマカシコ、アメブジカ、いい声だぞ、あ、ありがとうございます、こんな声も愛してくれるあなたが好きということで今日はもう本当に喉が、ここが、あと口内、おつさん聞かせてありがとう、やらなきゃ帰ってくねー、あそこもちハート、ゆうさんマシュマロ、オロチマシュマロ、サクサクなるま、あとニューエイプロジェクトの配信が明日ありますね、ちょっとしたサプライズもあったりとかしちゃったりとかしちゃいますよ、あつさん聞かせてありがとう、やらなきゃ帰ってくねー、そっちでもマシュマロ、てかなんかこれ言っていいかわかんないんだけどみたいな内容が、エイメクル祝いでエフェクト、え、いいの、おっきいカウント、5 4 3 2 1、キャン、ありがとう、でホワイトデーっぽい服着てる、かわいい、なんかかわいい、かわいい、すごいかわいい、ちょっと大きい声出さなくてごめんなさい、体調ハート、かわいいかわいい、いつきハートね、ニューブズクの話今日なってたよね、ソーリーです、ソーリー、そうそう、スジロさんマシュマロ、ムニエルさんとフレームタワーありがとう、ムニエルさん、しかもダブルタワーありがとう、ムニエルさん嬉しい、これ天使の輪がついてるね、どっちもホワイトデーだからか、ありがとうムニエルさん、ホワイトデー的なと、愛媛祝いありがとう、愛媛行けるのくるくるも嬉しい、みかんとポンジュースと楽しみます、たくさん、あもちろんライブもね、ぜひ来てね、ありがとう、この前の話でもありがとうムニエル、またお礼するね、ありがとう、ダブル、なんか雨、うん、とニキビめっちゃできた、顎に、なんかさ顎にニキビできるのさ、なんか あったよねっていうニープロジェクト今日って一瞬思ったけど、くるくる1ミリも触れてなかったから違うかなと思った、いやそうなんよ、明日なんですね、実は楽しみしてる、怒った子がなければまた、ダスミナさんタコさんハート、いや嬉しいですよ、ツアーもあれる、ニキビ喉口内マジそいマジそい、本当に、あたしだるまマジそいですよ、カノトシハート、ダビッチさんハナトパー、カズハート、オシュイチハート、なんかあのさっき言いかけたやつで、これを言っていいことなのかは私わかんない
かんないんですけれども、いかも様のマシモありがとう、言っていいか、私ビターニャグー言ってから考えよう。 OK 言ってからいた、これ言ってよかったかなって考える。 OK OK、 私もし言ってダメだったら聞かなかったことにしてね。じゃあいかも様さんマシュマロ、ナメツさん花、コティムさんマシュマロ、聞かなかったことにして失礼する。桃源郷桃次郎ジリカイさん、あめ、そうそう、ニュープロジェクト最近動画が上がってないじゃないですか。ティガさんハト、あれがさ見てよ、ドンレミーさんのプレゼント企画、横断幕とかが当たる、くじ引きのくるくるたちが抽選してる動画が最近上がってたんですけど、それまで結構ずっと動画とかも上がってなくて、ショートとかも上がってなくて止まってたと思うんですけど、最近聞いたんですけど、実はその動画を投稿するとチャンネル登録が減っていくっていう、その今状況に陥っているらしくて、で1万人は突破したんですけど、1万人からまだ私たちがこう1万人いた達成の達成感で拡散してなかったっていうのはあるんですけど、この 2.5 期がね、 2.5 期のように拡散してなかったっていうのも大きいんですけど、多分くるくるの騒動では、まあ、勢いでチャンネル登録1万人もうすぐ行くっていう勢いでいっぱい登録してくださった方とかもいらっしゃったり、こう知らないけど登録してみた、勢いで登録してみたって方も多分いらっしゃって、普通に動画更新されたらさ、いっぱいチャンネル登録してて埋もれててもさ、一番上に出てくるじゃん、動画更新されることによって、そのチャンネルが、でなんだこのチャンネルは、あそういえばなんかこの前ノリで登録したな、もう用ないし登録外そうとかも多分あったりとか、まあ本当の原因は分かんない、原因というか本当は どうなのかっていうのは分かんないんですけど、だからそういう状況陥ってるから動画を止めてたって言われて、なるほどねと思って、そうだからまた告知頑張るんですけれども、そういう理由がありました。言っていいか、すずさんハート、みことさん結婚してありがとう、嫌なわけで帰ってくね、おのまさんありがとう、1万人来たらそう研究室に戻ったり、えくるくるはそれを危惧してる、日本語合ってる、それを危惧してる、それを思ってる、普通にX とかで自分よくやっちゃうやつ、あ多分そう時あるんよね、やっぱありえるよね、そうそう通知が来て、あこんなん登録しとったわもういいかなって外したりとかあるから、そう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 、あさんマシュマロ、トイさんハート、しもじろこいつさんかわいい、ありがとう、動画を上げるために何人何十人かずつ登録外す外れ登録外れていくらしくて、レンタルケースさん花束、熊野村さんマシュマロ、なので大沼さんマシュマロ、まさこれさ、じゃけ、まあ、もっとね目標値を高くしてこう1万人もっと超えていけるようなチャンネル登録者数1万5000人2万人といけるようにしたいなと思いますね。多分ニュープロジェクトの本格音楽祭が終わってもニュープロジェクトのチャンネル残り続けるので1万人切るなどということがあるかもしれない。たまたまマシュマロ、あ、違った、雨のりしおマシュマロ、フェイカーズさんマシュマロ、そうなんですよ、マスさんマシュマロで、クルクもこの前聞いてどういう風に発信しようか迷ったんですよ。で最近配信生配信とかもなくてショートとか撮ったんですよ動画をね、だから明日生配信があるっていうことでちょっと今言ってみました。
オロチさんマシュマロ。ドネミ全国ツアー7周年ツアーと同時にドネミ全国ツアーするのめっちゃおもろい。いいやん、いいやん。あ、10分経過ありがとう、教えてくれて。天使の雨、コジムーン、ハト、ユキさん、雨。そう、あたしハト。放課後さんレッスン風景とかメイキング動画好き？ありがとう。チャンネル登録外さないでお願い動画あげて。確かに、みまさん、登録解除しないでくださいっていう動画。スチロモちゃん、雨。ヤハチさんにアドバイス、確かにもらおう。明日ね、出演されると思うので、ぜひちょっと聞いていきたいと思います。みまさん、待ちもろ。指示気にしなくていいと思うよ。ありがとう。山さんマシュマロね、1万5000人で2例の MV 作成とかあれば。確かにのくるくるも言い続けてる、まあ、できるできない別として声を上げるっていうのはまあ大事だと思うので、 MV 作りたいですみたいな。マスカさんかわいい、マスケさんかわいい。明日チクチクさん、ありがとう、嬉しい。ひらさんマシュマロ。ナブチハト、カー君ハト。ねえ達成ね。アホのニキビは重い、思われニキビ。え、くるくる思ってるってこと、誰かを。サーヤンさんかも、ココアさんかも。思っちゃってるし、思われてる。アシスメダで見ます、嬉しい。確かにさ、2月11日とか終わってからさ、一回も配信してないよね。だからさ、2月11日以降にさ、くるくるのことをさ知ってくれた方とかもさ、初じゃない？なんかくるくるのさ、そういう生配信見るの嬉しいだけ。 TCS さんは映像のプロだから2年の MV、 確かに、確かに。テテくんマシュマロ、明日 X にうれしいお知らせ持って帰ってあったから、ちょっと確かに明日のお知らせね、楽しみにしていてください。え、じゃあマシュマロ、あ、いちご、私はいちご好きだよ。いちごは思われニキビ側かなって、重い、思われニキビでしょ、重い側、思われ側かなってめっちゃ面白い。ファンの皆さん思ってますそうだった、ファンの皆さんのこと思ってますめっちゃおもろい。ケイムさんハート、マシュマロ。ユウジさんマシュマロ。そのタイミングでくるくるにハマってほしい。お、いいね。明日ぜひ見てください。昇格記念 2.5 期公演したいです。ジャパングさんハート。なのでね、明日はひろひろさんハト、まあ分かんないけど、一応まあ常に危機感を持ってチャンネル登録もっと告知していきたいと思います。え、ニレ、え、いい曲よね、ほんまにめっちゃいい曲。なんかマネージャーさんとかみんな聞いたら、なんかいい曲、いい曲すぎて泣きそうになったみたいなのを言われる。よくソラさんのテレビ番組ご一緒されるけど、サラさんの印象優しい、喋りがすごく上手、なんかその上手とか言ったら上から目線に感じちゃうかもしれないですけど、そうじゃなくてサラさんの喋りも本当にすごくて、もう勉強してます。泣きそう、泣いてはない、そう、泣いてはない、泣いてはない、泣きそうだって。あと、あずみんがこだわって喜んでるのは YouTube のなんか曲
曲の再生回数がこの今回のシングルで2でが一番多いっていう 2.7 万嬉しいっていう話をしましたね。この前もソラさんは本当にいいやつだよね、面白いコメント、面白いいやつだな、面白いいいやつだよね。あ、少し期待をしていいよね、そこわかる。周年ツアーでニレがストーリーに入ってる、確かにできたら嬉しい。てかさ、全員16人バージョンとかできたらどうする、ニレ。面白い、やってみたい。キツキさん、タコ、つまさん、マシュマロ、私好き、嬉しい。いつもの公園のベンチの指定席、毎月の技ありがとう。そう、卒業らしい、しみる、いや本当にしみる。スピンかわいい、やったー嬉しい。今日ちょっとビジュいいかも。それでは スクショタイム、ルズさん、かわいい。歌い出し中が確かすごいかわいいって聞いた。え、くるくるもそれ聞いたことあります。歌い出しの子なんか世界で一番の美少女みたいなっての嘘なんですけど、クリップさん、ありがとう。 CD よりクリコンのニレの方が感情入ってすごくよかった。え、嬉しい。な、生で歌った方が嬉しい。明日生配信みたいなポーズ。あ、あと NGT さんとちょっとコラボもします。どうぞお大事に。ありがとう。香川持ち込んでた、嬉しい。リクが終わったら2位全力投票。え、めっちゃ嬉しいんだけど。え、もうさ、そんなその1位2位3位には、の論争にちゃんと入りたいよね。論争っていうの、1位2位3位争いにも入ってこなかったです。手間づく入りたいよね、全然。ナーシシさん、ハートありがとう。少し取りすぎた、ありがとう。え、思った、7周年ツアーのメンバーメイト実感湧いた、くるくるも。スピンクルクル勉強した、ありがとう。リップだけ塗った。もっとお揃いもこちゃん欲しい。あ、一緒、お揃いジャージ似合ってた。それでは男女読みたいと思います。13位、トレノさん、ありがとう。12位、藤玉、ありがとう。11位、オロチ、ありがとう。10位、ツナマヨ、ありがとう。安住はクイクイデショバとしたいことがあるみたいな。安住直接、え、なになになに。9位、エスのワンペア、ありがとう。8位、スターチレモンちゃん、ありがとう。7位、ヤマさん、ありがとう。6位、タムタム、ありがとう。5位、ヨシゾミ、ありがとう。4位、オノマサ、ありがとう。3位、アツヨシ、ありがとう。2位、シンゴ、ありがとう。シンゴさん、コロちゃんタワーも、ありがとう。そして1位は、ドゥルルルルルルパーン、ムニエルさん、ありがとう。ムニエルさん、フレームタワーも、ありがとう。嬉しかったです、ありがとう。皆さん今日見てくださってありがとうございます。喉こんなんで、口内もこんなんで、ニキビもこんなんで、すいませんめちゃさ、すいません。明日はニュープロジェクトの配信あるのでぜひ見てください。チャンネル登録もぜひお願いします。ニュープロジェクト、それではおやすみ。